面倒さ C-1934、景気感銃は、戦艦機にメキシコ合衆国で開発された景気感銃である。C-1934 は、プロダクト面倒さ社のラファエル面倒さが、高価な外国製機関銃の代替品として、メキシコ軍向けに企画した景気感銃で、開発は1920年代後半から行われた。 面倒さの設計した軽機関銃は、隣国アメリカ合衆国の自動小銃である、ブローニング M1918 を意識して開発されたと言われているが、独立したピストルグリップを備えているにもかかわらず、レシーバーの大部分が当時の一般的な小銃のように木製銃傷で覆われているなど、他の軽機関銃にはあまり見られない特徴的な外見を有していた。また、 箱型断層も、バーとは異なり ZBVZ26 などのように、レシーバー上部から挿入する方式であった。1932年までに開発されたプロトタイプは、同年の10月にメキシコ軍へ提出され、試験の結果信頼性は良好であるとして1933年12月にメキシコ陸軍に採用された。このモデルは B-1933。 または、モデル B として知られており、翌年6月6日からは B-1933 に若干の改良を施した C-1934 の量産が開始された。C-1934 がいつ頃まで配備されていたかは不明であるが、1948年作成のマニュアルが確認されており、第二次世界大戦終結後もしばらく運用が、 継続されていたと考えられている。C-1934 は同年代の軽機関銃と比較して軽量かつ頑丈であり、分解も短時間で可能なことから整備性にも優れていた。また、製造コストも差して高額ではなかった。1940年代後半には C-1934 を原型として30から06スプリングフィールド団に 対応させるなどいくつかの仕様変更を行った RM2K 機関銃が開発されている。CE-1934 は開発にあたってルイス軽機関銃やオチキス射精機関銃の内部構造が参考にされているが、外見はそれらとは一線を隠す独特なものになっている。作動機構にはロングストロークピストン式が採用され、 弾薬は当時メキシコ軍の標準弾薬として運用されていた 7X57mm モーゼル弾を使用する。弾倉は窓栓機関銃に近い湾曲した形状であり、挿入口は銃の若干右寄りに配置されていた。バレルは空冷用のフルートが切られており、射撃中高音に達した際もバレル基部の右側にあるレバーを前方に押し倒すことで迅速に分離。 交換できる構造となっている。射撃モードは単射と連射があり、銃の左側にあるセレクターを操作することによって切り替えることができた。その他、標準的な装備として、ロート型の消炎器と二脚を備えている。C-1934 の特に優れた点として、しばし上げられるのが激震の形状である。C-1934 の激震は、 両端が完全に対称な形状になっているため、片側の張り部が折れるなどして破損した際に、スペアパーツが確保できなくとも、一度分解し激進を逆向きに付け替えることでそのまま使用が継続できた。ありがとうございます。